前回ですね、北条さんを倒しまして、味方にしました。それで、上杉さんと2年間の同盟を組んだんですね。それで、あと18ヶ月の同盟期間が残っています。なので、1539年12月まで、内政をやって、時を過ごしたいと思います。ちなみになんですが、この次ですね、岩槻城、ここを落とすんですが、もう前線にはもう準検場を置きまくって、で、ここですね、上限1万人しか、ここには入れないんですが、準検場を建てることによって兵力が大勢にできます。なので、これを、開発しまくって、時を過ごすという形ですね。はい、上杉さんが無事紳士協定を守ってくれたので、これから、そうですね、12月になったら同盟が切れます。そしたらここに攻め込むっていう形になります。報告いたす。先月の収支でございます。切れましたね。では、攻めたいと思います。戦とあらば負けはしません。おそらくですが、戦闘は委任した方が逆に良さそうです。私がね、下手くそなんでね、とっても下手くそなので、委任でやりたいと思います。では、いきます。この志、必ずや果たしてみせようぞ。こちらも大名を使いましょうね。この志、必ずや果たしてみせます。この志、必ずや果たしてみせます。もう全開でいきます。この志、必ずや果たしてみせます。私の手で乱世を終わらせましょう。さすがですね。で、これで岩槻城が手に入りました。行きます。どんどん行きます。進みます。報告いたす。ご命令を。もう最前線に準検場を立てまくりですね。これはかかるかな。あ、かかりますね。ガンガンいきます。敵が攻めてきますね。参ります。これは
きなさい。では迎え撃ちましょう。迎え撃つときはなるべく敵の領地で待機します。やることにしてます。あ、間違えた。手動にしてしまいましたね。下手くそなんだね。ちょっと怖いですが、なんとかやってみたいと思います。敵の居所知れましたか。敵の居所知れましたか。足軽隊前へ。ではこっから全軍突撃で。やりたい前へ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 。始めるぞ。進みなさい。やりたい前へ。我らが破れるとかかれ。敵の居所知れました。ゲチよ始めるぞ。容赦はせぬぞ。ゲチよ覚悟はよいか。やりたい前。なんとかやれてますね。いざ進まん。始めましょう。ここまで。無事勝てましたね。弱いですね。恥ずかしくないのですか。行きます。出陣します。どんどん行きます。報告いたす。ゲッチ。取れましたね。かたじけない。一旦祈祷して次は八王子を攻めます。使いの者が来たようです。お、勘弁してくれと。こんなのは拒否ですよね。もちろんですよね。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。
川越の方が良さそうですね。では川越攻めます。続きなさい。この3万の敵が一気にいなくなりますからね。乱世を終わらせましょう。ああいいですね。1年半待った甲斐がありましたね。頂戴いたします。参ります。出陣します。報告します。先月の収支です。ゲッチ。この戦、我らの勝ちですね。降伏ですね。敵は降伏しまくりです。続きなさい。報告します。先月の収支です。ゲッチ。このまま行ければいいですね。報告します。先月の収支です。ご命令を。かたじけない。仕返しに来ましたね。行きます。これは迎え撃ちましょうかね。ここで迎え撃ちますかね。報告します。先月の収支です。ゲッチ。この志。あ、勝てちゃいましたね。やっぱり北条さんがいると強いですね。また祈祷して、次は忍城ですね。報告いたします。先月の収支です。ゲッチよ。報告いたします。ご命令を。ガンガン行きます。この志必ずや果たしてみせようぞ。こちらもこの志必ずや果たしてみせよう。対名には対名で。この志天下に問うてみせましょう。ガンガン行きます。かたじけない。この戦、あ、すぐ落ちましたね。では沼田の方から攻めていきます。続きなさい。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。
まるで何かいじったかのように、先ほどと全然違いますね。すごい有利ですね。使いの者が来たようです。勘弁してくれと。嫌ですねそれは。報告いたします。ゲッチ、これは通常攻撃ですかね。報告いたします。ご命令を。あ、強行ですね。PK 版になってから城攻めがかなりきつくなってますね。前回のがちょっと城が弱すぎましたからね。報告いたします。ご命令を。どうやら口ほどにもないようですね。かたじけない。では一度ここら辺で、この遠征は終わりたいと思います。だいぶ民が疲れてますのでね。かしこまった。では今回はここまでにして、チャンネル登録と、高評価お願いいたします。それではまた。